はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、車中飯を作るということでですね、日産リーフの中でですね、エアコンを効かせながらですね、ナポリタンのスパゲティを、ね、冷凍食品ですけども、フライパン一つで作ってみたいと思います。今日はですね、いい景色のいいところに来てますんで、景色の中でですね、車中飯ができるってことはちょっと幸せな限りでございます。それでは作っていきたいと思います。はい、今日はですね、この大盛りナポリタンを作りたいと思います。冷凍食品ですけども、フライパンで凍ったままの状態で、水を入れることによってですね、茹で上がるということですね。では作っていこうと思います。そうですね、ですかね。どうでしょうか。こんな感じになりました。そうだ、食材にですね、ヨーグルトを食べます。太りにくいんです。なぜかわかりません。スーパーでね、ちょっと安かったのでですね、買ってみました。家ではですね、この半分なんですけど、こんな炎天下ですんでね、全部食べちゃおうと思います。
です。美味しかったです。どうも最後までご視聴ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。マイクでした。